安倍総理大臣は訪問先のロシア・ウラジオストックで韓国のイーナギョン首相と会談し北朝鮮の非核化に向けて韓国やアメリカと緊密に連携していくことを改めて確認しました北朝鮮の完全な非核化をついて、えー、通じて地域の平和と安定を実践する必要があります続き日韓、日韓米で しっかりと連携していきたいと思いますこれに対し一生は来週18日に平壌で行われる今年3回目となる南北首脳会談で朝鮮半島の非核化が進展することに期待を示しましたその上でムンジェイン大統領の年内の日本訪問に向けて調整を進めていく方針です今年は日韓共同宣言から20周年で 関係改善の機運を高める狙いがあります。